マリッペチャンネル。こんにちは、マリッペです、今日は映画呪術廻戦を、題材に、幸せを感じながら生きるヒントについてお話ししていきたいと思います。で、内容についてもお話ししていくので、ちょっとですねネタバレになってしまう点だけ、ご注意いただければなというふうに思っています。簡単に説明すると、呪術高等専門学校というのが東京と京都にあるんですけれども、呪術に特化した、学校なんですけれども、そこに通う生徒たちの成長を、主に描いている作品なんですけれども、ここの生徒たちというのはそれぞれですね特殊な能力を持っていて、この世界ではびこっている呪いを、それぞれの能力、呪術を使って払っていくっていうような感じですね。今回この作品でクローズアップされた少年が持つ、特殊能力というのは何かっていうと、昔ですね幼なじみと、結婚の約束をするんですね。でその、女の子から誕生日祝いに指輪をもらうんですけれども、その女の子がですね交通事故で亡くなってしまうんですね。その時からその女の子から派生した、思いというのが呪いという形で、その男の子に、憑依するような形で取り付く形になるんですね。で、その男の子がいじめられたり何かピンチになると、その女の子が、男の子を守る。ただしその守るというのはその男の子に危害を加えようとする、人を、無残な姿に変えてしまったりっていうことで、かなり荒々しい描写っていうのがあったりするんですけれども、そんな能力を持っているがゆえに、社会で適応できず、この学校にやってくるんですね。この学校から見たらそういう能力というのは使い方によっては、呪いというものを、払うのに役立つっていうことで、どんどんですね自分でコントロールできるようにしていくっていうような形で実践を積んだりっていうことをしていくんですね。でなんでこの、呪術を使っているお話が幸せを感じながら生きるヒントになるのかっていうことなんですけれども、この映画の中でですね、生徒と先生が交わしていた会話というのが、すごく、重要だなっていうふうに感じたんですね。この少年というのは、目の前で、結婚約束した幼なじみを、亡くしてしまって、でその女の子が悔しかった思いっていうのが、呪いとなって、男の子に取り付いたというふうに、感じていたんですけれども、実はですね、男の子がうすうすと感じるわけですね。呪いをかけたのは女の子ではなくて自分自身じゃないかっていうふうに言うシーンがあるんですね。で、それに対して、先生が愛ほど歪んだ呪いはないよっていうことを言うわけです。でここがですね、ポイントで、男の子は最初、女の子の呪いだと思っていたんですけれども、呪いを自分でかけてしまっていたっていうことに、気づくんですが、恋愛というのは、自分自身にかけてしまっている呪いっていう場合があったりするんですね。よくご相談とかで多いのが、恋愛で、うまくいかなくなって、そして、別れることになって、でも元に戻りたいっていうふうに思ったり、なかなかこう恋愛がうまくいかないっていうことなんですけれども、実はですね、恋愛って相手が、いるかに見えて、問題って自分自身にあるっていうことがあるんですね。で、相手というのは、自分の写し鏡であるっていうふうに、言われるんですけれども、自分自身を投影している鏡の役割なんですね。自分自身がどういうふうに思っているかっていうことで、目の前にどんな相手を映し出しているかっていうことがあるんですね。
もう少し、詳しくお話しすると、例えば、こんな人と、一緒にいられたらいいなっていうことで、お付き合いが始まる。でお付き合いが始まって、実際会うか会わないかっていうのは、関係を進めていかないとわからないんですけれども、その時点で、違うなっていうふうに感じたら、別れがあったり、でもやっぱりやり直そうかなっていうふうに思ったらまた再び、惹かれ合ったりっていうことを、繰り返したりっていうことがあると思うんですけれども、どこまで行っても、自分がどうしたいかっていうことなんですね。自分っていうものがなければ相手に、振り回されてしまったりだとか、相手の言いなりになってしまったり、そういうことが起こって、で関係がうまくいかなくなるっていうことがあるんですね。別れてしまうのにも理由っていうのがあるんですけども、自分自身っていうものを、しっかりと持っていないと実は恋愛ってうまくいかないんですね。でその恋愛っていうものも、よくよく自分っていうものを見つめていく必要があって、自分のコンプレックスだとか自分の生い立ち、自分自身をどう思ってるかっていうことで、全く違ってくるんですよね。私はエネルギーというものを意識しているんですね。で、なるべくですね、自分を俯瞰して、見るようにっていうことを、しているんですけれども、例えば恋愛で、自分自身に、呪いをかけてしまうっていうのは、私にはもうこの人しかいないっていうふうに思い込んでしまうっていうことなんですね。そうすると、この人と別れるっていうことは、この人以上の人はもう絶対に私にはいないとか、この人と別れたら、これ以上の人とは、出会うことができないっていうことを、思うことなんですね。もちろんですね、この人が一番いいっていうふうに思ってるから、お付き合いしたりっていうことがあると思うんですけれども、それでも、私たちというのは、この肉体もそうですけども変わっていくんですね。そうした中にもう絶対この人しかいないっていうふうに考えてしまうと、自分からですね執着というか、重たいエネルギーを出してしまうってことになるんですね。で敏感な人であればあるほど、重たいエネルギーって、窮屈になってしまったりだとか、なんか馴染めないなっていうふうに思ってしまって、そこから離れたいっていうふうにも感じたりするんですね。ですから自分から出すものっていうので、全く真逆の、結果を生んでしまうっていうことがあるんですよね。で私にはもうこの人しかいないという背景には恐れや不安っていう、負の感情があります。この人と別れても私には、一番最適な人が、いつでも現れるというふうに例えば思っているとしたらどうでしょうか。そう思っていたらたとえ別れがあったとしても、あ、この別れというのは私にもっと、ふさわしいぴったりの人が、これから来るっていうサインかなっていうふうに、受け止めることができるんですね。でも例えば自分に、自信がなかったり、これ以上の人は現れないというふうに、思い込んでいたりっていうと、それが自分に対する、呪いの言葉になってしまったり、自分を縛ってしまう言葉になってしまったりするんですね。普段私たちっていうのは自分で、自分をどのように思っているかで、言葉というものが変わったり、行動っていうものが変わったり、心の状態っていうものが変わったりするんですね。ですから、この人と別れるってことは、もっと素敵な相手に会うってことなのかもしれないっていうふうに思うのと、この人と別れたらもう私にはもうこれ以上の人は絶対にいないっていうことで、執着の思いを自分から出すのとではどちらがいいかっていうことなんですね。でこの学校では、普段、負の感情だとか呪いっていうことを扱っているので、人間の、負の感情、こうじゃなきゃ絶対ダメとか、これがやったらもう私は生きていけないっていうふうに、思いながら過ごしていると自分からそういうエネルギーっていうのが出てしまうんですね。そうすると
引き金になってしまって、それに見合うような現実っていうのが、繰り広げられてしまうんですね。一方、この別れというものは、また次に、素晴らしいものにつながっているものなんだっていうことで、どんなお相手が来るんだろう、どんな人と出会えるんだろうっていうふうに過ごしていると、自分から出ているエネルギーっていうのは、軽やかで、楽しいものになりますから、自分の可能性っていうものを信じているわけですから、そういった出会いだとか現象っていうのが、起こりやすいんですね。なので、自分自身に、知らず知らずに、かけてしまっている、制限、人間の、闇の部分といいますか、人間には、陰と陽というのがありますから、そのバランスというのを、いかに保っていくことが大事かっていうのを、改めてですね、この作品を見て、気づかされたっていうことがありますので、ご紹介させていただきました。主人公の男の子も、幼なじみの女の子に、取り憑かれたっていうふうに思う方がもしかしたら、楽だったと思うんですよね。本当は、自分が自分で作り出していたっていうことを認めるっていうことも、勇気が必要だったと思うんですよね。でもそれを受け入れて、認めて、視点を変えてみたときに、よりですね、俯瞰して見ることができるっていうことがあると思うんですよね。で、それを、気づかせてくれるのが、この世界というのを変えていこうとする、意識を持った先生、指導者っていうことなんですね。そして、自分が自分に、どんな呪いというか、自分を制限する言葉を使っているかっていうふうに見つめてみたときに、例えば女性だったら、子供を産んでそれを見せるのが、親孝行っていうふうに考えていないかとか、男性に求めるものとして、例えば身長が高いだとか、収入が高いだとか、社会的な地位が高いとか、そういうことを求めていないかどうか、それを求めてしまう背景には、どんなことがあるのか、例えば、身長が高い、とするとその身長が高い、人から好かれているっていうことを周りに示したいだけなのかとか、収入が高い方がいいというのは、自分には、稼ぐ能力がないというふうに思っていないかどうかとか、社会的、地位が高いというのは、自分にはそういうものがないというふうに思っていないかどうかとか、自分の、コンプレックスだとか自分に持ってない自分の中にある投影を、相手に求めて、しまっていると、そのエネルギーって結局、自分を呪う言葉となってしまって、自分の能力とか、才能というのを、閉じ込めてしまうっていうことがあるんですよね。なので、自分自身を見つめるというのは時にはしんどいことかもしれないんですけれども、よくよくですね、どうしてそういう人を理想とするんだろうっていうふうに思った時に、自分にはないっていうふうに、考えているものの、投影だとしたら、まずやることというのは、そういう自分をまず受け入れてあげた上で、自分の可能性を信じてあげることだったりするんですね。で、その可能性っていうものを、信じてあげた時、自分で自分を、閉じ込めてしまってるその言葉を手放した時に、例えば、パートナーが、身長が低かったとして、でも自分が好きであれば、どう見られたって関係ないわけですよね。パートナーがたとえ収入がゼロだったとしても、自分が収入を得ていたら別にそれは関係ないわけですよね。そして、社会的地位っていうのは、自分自身で作り上げればいいっていうこともあります。つまりその点をよくよく、見つめていってあげたときに、本当は自分にとっての、理想のパートナーっていうものが全く違ってしまうっていうこともあるんですよね。なので、自分の気持ちというものを、見つめるっていうことは、
少しは、勇気が必要ですけれども、自分で、自分にかけてしまっている制限っていうものがあって、うまくいかないんだとしたら、その制限を取ってしまった方がうまくいくっていうこともありますので、その点もですね、意識していただけたらなというふうに思っています。私たちがそもそも、自分自身に、制限をかけてしまったり、呪いをかけてしまうっていうのは、純粋な愛というものをなかなか体験することっていうのが少なかったからなんですね。例えば、自分を育ててくれた、両親、祖父母っていう存在がいたとしても、必ずしもそれが、本当に無条件の愛かっていうと、それが例えば母親の、恐れや恐怖から来る、ものであったりっていうことになってくると、女の子だから、まあ、30歳前には、結婚してほしい、そうしたら、私としても、まあ、子育てが、一段落して、なんだか認められたような気がするとか、結婚したんだから、孫の顔が見てみたいわとか、お友達の誰それさんなんて、もう孫が2人もいるのにうちはまだかしらとか、そんなような、母親の気持ちというのが隠れていると、結婚はまだとか子供はまだとか、そういったような形で、可能性というものを、限定してしまうっていうことがあるんですね。もしかしたら、結婚をしない方が、その人が自分らしく生きられて、幸せを感じながら過ごすっていうことができるかもしれない。子供がいない方がのびのびと、その人らしさを、表現できていくっていうことが、あるかもしれないのに、あたかも、結婚して子供がいるということが、幸せであるように、刷り込みをしてしまうっていうようなことがあると思うんですよね。それは、まあ、幸せになってほしいという、親心かもしれないんですけれども、幸せイコール結婚ではないし、幸せイコール子供がいることでもないんですね。その人がその人らしく自分を表現して、生きていくことができたら、それが幸せということにつながるっていうことを考えたときに、私たちって長い時間をかけて少しずつ少しずつ、呪いといったら、ちょっと言葉がきついかもしれませんが、そのくらいですね、刷り込みをされて生きてきているんですね。ですから、幼い頃から接している人数って言ったら、まあ、数人から、まあ、数十人の範囲かもしれませんが、そういった、親戚とか、親しい人の気持ちというものを、一身に受けてしまうんですね。時にはそれが、重くのしかかってしまうっていうことがあるので、ただただ純粋な愛とは、違うものっていうのを、日々、感じながら過ごしているので、そうすると、好きになる相手、結婚する相手というのが、自分が自分らしくいられる相手でないっていうことが、時々起こってしまうんですね。そうした時に、親や、親族の思いではなく、自分自身がどうしたいのか、自分自身がどういう相手とだったら一緒にいて楽しいのか、どういうライフスタイルを、していったらいいのかっていうのは、自分自身に聞いてみないとわからないんですけれども、幼い頃からの刷り込みというものがあったり、それが自分自身を制限してしまう呪いになってしまうと、自分の可能性を、自分で閉じてしまうということがあるので、その点をですね、意識していただけると、もしかしたら、自分が今まで理想と思っていた相手とは、全く違う人と、一緒にいた方が自分は、自分らしくいられるんじゃないかっていうことに気づいたり、案外、こうじゃなくても私は幸せっていうふうに感じるっていうことが分かってきたりするんですね。なので、そういった意味でも自分の、思い込みで違うものを、出してしまう
っていうことを気づかせてくれる、そんな作品だったので、今回ご紹介させていただきました。これは、物語ではあるんですけども、これを、特殊なものというふうに捉えずに、普段ですね、私たちが、自分からどんなエネルギーを出しているかなっていうことに、意識を向けた時に、どちらを自分で選びたいかっていうことは自分で決めることができるんですね。なので、どういう現実を作っていきたいかなっていうふうに、思った時に、自分には、無限の可能性があって、そして自分がやりたいなっていうふうに思ったことは、やっていけるんだっていうふうに思っていくというのは、意識一つで、変えていくことができるんですね。これは、自分で、日々、どっちがいいかっていうことを、毎瞬毎瞬、選択していけるんですね。その選択の、積み重ねというのが自分のこれからっていうのを作っていけるので、もし、自分にですね、制限をかけてしまっているようであれば、まずはそこに気づいて、そして、今までと逆っていうことを選択していくと、今までとは全く違う未来っていうのが、気づけていけるっていうことを意識して過ごすと、そのようになっていくっていうことがありますので、普段の生活に、生かしていただけたらなというふうに思っています。もしわからない、相談する相手がいないというのであれば、下の欄から、ご相談いただければなというふうに思っています。あと月2回ですね、遠隔ヒーリングというのを行っていますので、ご興味がありましたらば、ご登録いただければなというふうに思っています。今週があなたにとってもっともっと素晴らしいものになりますように祈っています。ここまで聞いていただきありがとうございます。今日も素敵な一日になります。またお会いしましょう。マリッペでした。チャンネル。